ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイ。はい、ということで僕が日頃からやっている貿易の方の同業者の人たちと、まあ、定期的に集まって今日は情報交換という名の会合をしてきましたという感じなんですけども、皆さんも僕よりも結構年上だったりするので、まあ、ちょっと緊張しちゃったりとか僕の人見知りが炸裂してしまいましたけども、はい、まあこんな感じで、今からじゃあ本題に入っていきますんで、じゃあちょっと移動しましょう。羽田空港に到着しました。国際線のところですね。なんでこの時間に来たのかっていうのはちょっと後で説明したいと思います。今めちゃくちゃ眠いんで、さっきお酒飲んだんでその力で今ものすごい眠いです。なのでちょっと仮眠取らせてもらいます。おはようございます。今朝の2時55分です。仮眠が終了して、まあ、パッと起きたわけなんですけど、ただ疲れが取れたかって言われたら全然取れてないです。はい、まあ、仮眠なんでしょうがないかなって感じがするんですけど、いやそれにしてもほんとすっきり空間ですね。もう最高です。そうそう、ちなみになんで今日僕がこんなにその前の、まあ、なんて言ったらいいだろう、頭が全然回んないんですけど、なんで僕が前の日に来て空港に寝泊まりをしたのかっていうことなんですけど、今日の朝6時25分に出発する飛行機に乗るんです。そう、そのチケットがまあ一番安かったんですけど、そのために僕が今住んでいるところから来ようと思ったら朝4時に起きないといけない計算になるんです。で、朝の4時に、いや多分起きれないなっていう、起きれない自信しかなかったので、だったらちょっともう空港にちょっと寝泊まりさせてもらって余裕を持った状態で飛行機に乗らせてもらおうということで今回ここに泊まらせてもらってますっていうのと、あと、まあ、やっぱ YouTube の値段になるかなと思って、はい、前回空港に野宿、まあ、野宿っていうかって言われたら別に言わないと思うんですけど、まあ空港に寝た時は正直言ったら何の目的もなく、空港に来て、まあ、ただ寝たのために、来たような感じなので、今回はちゃんとした正当な理由で泊まらせてもらいました、はい、シャワールームを使おうと思ったんですけど満室で、現在の待ち時間90分、体験人数15分ということで、どうしようかな。一応発見してきましたけども、これ4時半ごろ予定するとギリ間に合わないかなっていう感じがするんですけど、まあちょっと待ってみましょう。はい、まあなんとかいい時間帯に入れてよかったです。もうなんか顔もすごいテカって、体もベトベトしてるんで早くシャワー浴びてスッキリしていきます。いや、生き返った気分ってもうこういうことを言いますよね。本当に気持ちいい。ちなみに汗かいた T シャツもう一回着るんですかってあなたちょっと思ったと思うんですけど、まあ先ほどこうリセッシュでこうブシュブシュと洗濯したので、まあ大丈夫だと思います。はあ、最高でした。次はシャトルバスに乗って国内線ターミナルに向かいます。めちゃくちゃ混んでる。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。もうなんか貸し切りの感じがすごいです今空いたばっかですもんね。うわーすごい綺麗な日の出が。
いやー幸せですで、今から手荷物を預けて荷物を預けて、なんかいろいろ手続きをしてで中に入るんで、まあ、そこまでは多分撮影はできないと思うので次は中に入ったシーンからお届けしますんで、はい。なんか迷い込んできました。というわけであと1時間ぐらいしたら出発ということで、僕はだいたい1時間前ぐらいに行動できたらやっと安心するなっていう感じなのですごいビビりなんですよ僕。そうなのでまあ早めに来ました。お時間になりました。おはようございます。こんにちは。おはようございます。翼の真上、隕石かどうかちょっと分かんないですけどね。 Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board ANA American Star Alliance Flight 2394 Fukuoka.The captain command of this flight is Kazuto Yamasaki and the chief person is Kayoko Matsunaga. Please let us know if you need assistance. So we hope that you enjoy the flight with us. はい、ということで福岡空港に到着しました。福岡皆さんこんにちは。今気温が27度ということでめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。強風もなくて快晴でとにかく気持ちがいい。それにつきます。今時間が8時半ぐらいなんでまだ全然お店とか開いてないんですけども、この後のシーンもお見せしてしまうとちょっと何を伝えたい動画なのかちょっとわからなくなってしまうので、今日は空港にまた寝泊まりして、まあ、めちゃくちゃ快適でしたっていうお話でしたね。はい、ということで今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりましたと思っていただけた場合はグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。今日から2泊3日で福岡でちょっとゆっくりしていこうと思います。はい、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。